重力を説明する古典力学的理論重力を説明する古典力学的理論重力を説明する古典力学的理論では天体の運行を支配する力の起源である重力を古典力学の理論で説明しようとして提案された16世紀から19世紀の科学者たちの理論について外説するこれらのエーテルを仮定する理論は現在では支持されておらず 重力は一般相対性理論により説明される。ルネ・デカルトは現代でも誰でも子供の頃は大抵そう思っているように物体の運動というのは他の物体と直接に接触しない限り変わることはないと思っていた。またデカルトはある段階から真空の存在を否定するようになり宇宙は延長イコールおむね物質のようなもので満たされているとした。可動説 または、宇宙渦説とも、は、著書、哲学原理、1644年や、世界論、現代は、ルモンで、宇宙論ともなどで展開された。天体の光点や、自転の運動は宇宙に満たされている物質、エーテルの回転によって引き起こされ、太陽系の惑星は同一のほぼ平面を、同じ方向で光点し、重力は、流体の渦の中に置かれた例えば木片が、 渦の中心に引き込まれるアナロジーで説明した。デカルトの考え方を受けて、ホイフェンスは1669年から1690年の間に宇宙渦説をより精密に検討した。これは重力を数学的に扱った最初の例となった。ホイフェンスは、エーテルの粒子は渦の周りを除いてランダムな方向に運動していて、渦の周囲にはエーテル粒子の濃い部分ができ、 この粒子の濃い部分が薄い部分に対して力を及ぼすというモデを考えた。ホイフェンスはまた重力が物質の質量に比例することを説明するために物質はエーテル粒子が侵入できる十分な隙間があると考えた。落下する物体に重力が働き続けるためにエーテルは物体よりも早く動かなければならない。この頃ニュートーンは万有引力の法則を築いていたが コイヘンスは、その公式化には3位を示しながら、ニュートンのモデルに、力学的説明のないことに意義を示した。宇宙渦説は、ニュートンのモデルが説明する天体の運動の法則、重力が距離の事情に反比例することや、ケプラーの第三法則を説明できるものではなかった。空間に、すべての方向に運動する粒子があり、二つの物体間では、 相手の物体に対する方向への粒子の流れを延平するので、結果として二つの物体間に引力が発生するというモデルである。1690年に、ニコラス・ファシオ・デ・デュリエールが唱え、1748年に、ジョルジュ・イコール、ルイル・サージュが論じ、19世紀になっても、ケルビン教、1872年、マックスウェル、1875年、ヘンドリック・ローレンツ、 1900年や、アンリポアンカレ、1908年らによって論じられた。この理論に対して加えられる批判は、粒子の流れの沿平が起こるためには、粒子を物体がいくらか吸収しなければならないことで、これは物体の温度の上昇を伴うと考えられる。さらに運動する物体間の重力を説明するためには、粒子の速度は高速を超えなければならない。 粒子の速度を高速だと仮定すると吸収による温度の上昇はさらに増すことになる。重力の起源を物体に流れ込む流体による力と考える考え方である。ニュートンは後に重力の起源について私は仮説を立てないとして説明しないことを宣言するが1675年には物質の表面に集積する一種の流体としての重力エーテルを考え、 その流れが距離の事情の逆数に比例する引力を生じるとした。ニュートンに続いて1853年にベルンハルトリーマンが重力エーテルを冷やし縮製の流体とし物質はその流体を吸い込んで別の場所か別の次元に運ばれるとした。さらに1888年にはイワン・オッシポビッチ・ヤルコフスキーがエネルギーの問題を解決するために 吸収されたエーテルは新しい物質に変化すると考えた。この理論に対して加えられる批判は、ルサージュの重力理論と同じく、エネルギーの保存則に反するし、力の伝達速度の問題も解決していない。エネルギーから物質の生ずるメカニズムも知られていない。ニュートンは1717 17年にも、静的で密度の異なるエーテルのモデルを提案した。 性的なエーテルによる浮力のアナロジーで物体の重力の性質を説明しようとした。重力が距離の事情に反比例することを説明するためにエーテルの密度は天体に近づくにつれて小さくなるとした。物体に近づくに従ってエーテルの密度が薄くなる理由については説明は与えれなかった。ニュートンは後に有名な私は仮説を立てない。 ハイパシスノンフィンゴという宣言をして、重力の力学的な説明を放棄し、多分友人のニコラス・ファシオでデュリールや、デビット・グレゴリーと同じように重力は神の意志であると考えるようになった。ニュートンと同じくオイラーも1760年に重力エーテルが逆時常速に従って密度を失うと仮定した。彼もそうなる理由については説明できなかった。 この理論に対して加えられる批判は密度が不均一になる理由が説明されないほか、エーテルが鋼の3000倍の合成を持たなければならなくなることをマックスウェルが指摘した。1671年にロバート・フックは重力はすべての方向に向かって物体が引き起こすエーテルの波に起因すると推定した。他の物体はこの波の発生源の方向に動くと推測した。 フックは波打つ、水の表面に浮く小さな物体が波の発生源に集まる現象のアナロジーで重力を解釈しようとした。同様な理論は1859年から1876年の間にジェームズ・チャリスによっても研究された。チャリスは計算によって波の波長が物体間の距離に比べて大きい時に引力が働き、波長が短い時は 石力が働くことを示した。空論力や磁力についても、同じ理論での説明をチャリスは試みた。この理論を、マックスウェルは、物体は定常的に波を起こさなければならず、エネルギーの消費を伴うことを批判した。チャリスも明確な結果に達していないことを認めた。ケルビン教、1871年とカール・アントン、ビアークネス、C、A ブ・ジャクニスは、 エーテルの中での物体の振動を仮定した。液体の中で二つの物体が同じ位相で脈動するとき二つの物体の間に引力が働き、反対の姿であるとき積力が働くことからのアナロジーである。電磁気力のような引力以外の力に対しても同じメカニズムが検討された。ストークスやボルデマール・フォークトを含む多くの学者によって検討された。 この理論の問題点は、宇宙の天体に一様に引力が働くために、すべての天体が同一の位相で脈動していることは考えにくいことである。また極めて遠い距離を隔てて引力が生じるためには、エーテルは冷やし粛性でなければならない。1690年フランスの数学者、ピエール・バリニオンは、重力の起源をすべての方向に圧力を加えるエーテルの粒子による、 ものとし、さらに空間にはエーテルの通過できない境界が存在するというデルを提案した。バリニオンによると、物体の境界までの距離は地上までの距離より大きいので、境界の内側の物体の上面に働くエーテルの力は、仮面からの力より大きくなり、地上に押し付けられることになる。1748年に、ロシアの科学者で物質の原子、 分子の構成の概念に関して先駆的な考察を下見入るロモノ・オソフは物質の構成要素とエーテルとの相互作用を論じた。物質は高い浸透性があると考えた。しかしながら重力の法則を生じるエーテルと物質の相互作用について明確な説明はされなかった。1821年にアメリカの学者ジョン・ヘラッパスは 自らのガスの気体運動理論を重力の起源に適用しようとした。ヘラッパスはエーテルが物体の表面で加熱されて膨張し、密度が下がることによって、周りの密度の高い領域から力を受けると考えた。しかしながら、膨張による密度の差の効果は、温められた粒子の速度の増加による効果で、打ち消されることがティラーよって示された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。